はい、こんにちは、レッドスノームです。今回なんですけれども、車線制限の中の道路車線制限について解説いたします。車線制限っていうのは、車線を使って高さを制限するものなんですね。で、まあ、今回は道路車線制限なので、まあ、道路に関する話なんですけども、まあ、これっていうのは道路の日照だったりとか、まあ、日当たりですねとか、通風、風通し、これを確保するためにこういった道路車線制限というものがあります。で、これちょっとこちら図見ていただいた方が分かりやすいと思います。ここに敷地があります。建物を建てる敷地があって、ここが道路ですね、道路部分。これ横から見ていると考えてください。横からで、このように建物が建っているという話なんですけれども、道路車線制限っていうのは、ここに建物を建てるとしたら、この前の道路の向こう側、向こう側ですね、奥の端、ここから一定の傾斜勾配を使って線を引いてきます。斜めの線を引いてきます。まあ、これが車線ですね。車線、この車線よりも高い建物を建てちゃダメですよ。まあ、高い建物っていうか、建物がこの部分を出ちゃダメですよってことですね。例えばこの角がこうやって上にこう出ちゃってたって言ったら、これダメだってことなんですよ。この車線よりもちゃんと低くしてくださいねという話なんですね。で、ここ適用距離って書いてあるんですけども、この適用距離って何かっていうと、この道路の端っこから一定距離のところまで離れた場合は、ここについてはもうこっからは車線は関係ありませんよ、つまり高さの制限は関係ないですよっていうのが適用距離なんですね。適用距離を超える部分については高さ制限ないですよ。道路の端から見て、例えばこれ適用距離って 20m から 50m の中で指定されているんですけども、まあ、例えば 20m だったと仮定すると、この道路の端から 20m を超えたこっち側については、建物の高さについては制限ありませんよっていう話です。で、この車線なんですけども、この傾斜の勾配角度については、この道路の端から 1m 行ったら 1.25m、 もしくは 1.5m 上がった、この角度なんですね。まあ、どちらかです。で、これについては住居系の用途地域であれば、1行って 1.25 っていうような勾配なんですよ。一方で住居系以外の用途地域については、1に対して 1.5 上がる勾配なんですね。まあ、逆に言ったら1行って 1.5 下がる、まあ、この勾配ですね。この勾配、このような違いがあります。なので、まあ、どっちが車線制限厳しいかって言ったら、住居系の方が厳しいんですよ。1行って 1.25 しか上がらないってことは、この角度が低いんですよね。こういう角度になるってことは、高さ制限厳しいじゃないですか。この角度だった場合、もうこの建物もう違反してますよね。車線制限これ違反してますよね。この部分出っ張ってるので、で 1.5 にするとこうなるから OK みたいなイメージです。どうでしょうか、イメージできましたでしょうか。で、宅建試験ではこの部分については、細かい部分についてはあまり出題されなくて、出てくる部分でいうと、どこで適用されるかっていうところなんですよ。で、道路車線制限っていうのは全ての用途地域で、まあ、適用されます。まあ、今言ったように、住居系の用途地域だったら1行って 1.25 の勾配、住居系以外の用途地域であれば1行って 1.5 の勾配、まあ、これもですね、あの細かい内容で、まあ、ほぼほぼ出題されないんですけども、まあ、頭に入れておくのであれば、この辺りは頭に入れておいてもいいかなとは思います。まあ、一番重要なのはこれですね、全ての用途地域で適用されるんだと、まあ、いうことです。ここについてはしっかりですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。